私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日は復刻ガチャ評価いってみたいと思います。千年決戦編女性ガチャ、さあこちら評価していきたいと思います。メインとなるのはミニーニャーユミチカ、あ、ミニーニャーランギクさん、ユミチカ、さあ紹介していきましょう。それからミニーニャーはですね、現状バトルキャラの中でトップクラスの性能を持っているキャラクター。体調キラーで被ダメ 21% ダウン。重要なのは右下、バトル限定で一定時間体力1維持ですね。で、瀕死時全ダメ 60% アップも噛み合っていて、その1の間瀕死時なので全ダメ 60% アップがかかってくると強いですね。無敵貫通と、敵撃破時致死ダメージ生存無効、開始10秒間通常攻撃1スワッププラス1を持っていて、もともと通常攻撃1スワッププラス2なんで計4ヒットすると。強いね。バリア貫通もあるし、一定時間無敵もあるしと。現状めちゃくちゃ強いです。バトル要因として、最強格の一角ミニーニャ。そして、ランギクさん。アランカルキラーで、ソウル特性は体力最大時、強攻撃 40% アップ。で、まあ、実際に使ってみた結果ですけれども、アランカルキラーの青で、激化数ボーナスで20体で全ダメ 20% アップ、40体で全ダメ 40% アップがあったりとか、状態上不要実定時間レアス 80% アップがあったりとか、チンパティ効果、技属性死神が敵状態上で全ダメ 40% アップとか、もういろいろね、てんこ盛りなんですが、結果としてですね、イチゴの方が、タイム出たんだよね。まあ、僕はレベルまでの比較をしてないんであれなんですけども、アランカルキラー青で、まあ、ランギクさんが強いんじゃないかと思ったんですが、イチゴはねやっぱ麻痺弱体で、強二が追尾設置っていうのが非常に強力ですね。こんなイチゴがめちゃくちゃグルバトメインとして強かったですと。レベルマンにしたらランギクさんなのかなっていうとこなんですけども、千年決戦キャラで必殺レベルが上げにくいっていうのもきついとこですね。まあソウル特性としてはまああんま使うことはないんじゃないかなと思いますね。まあ、今後またね、いろんなシステム変更で、この強攻撃ダメージ 40% アップが生きてくるっていうところもあるのかもしれないけども、現状はあんまり使わないですね。はい、次。ここが一番押したい、ユミチカさんですね。ゼロ番隊キラー。反撃と行こうか。ゼロ番隊キラー赤で、新色持ち。その属性は一定、状態上不要時一定時間レアス 40% アップと。それよりも何よりもグループバトル時強攻撃1スワッププラス3。これがでかいですね。で、グループバトル時赤攻撃ダメージ 30% アップ、グループバトル時キラー効果 50% アップ。状態上不要時一定時間レアス 80% アップがアビリティで、40% が、その属性で計 120% アップと。強い。
実際に使ってみてめちゃくちゃ強かったです。で、ゼロワン対キラー青じゃなかった、赤だか。めちゃくちゃ少ないです。もう全部でこれしかいけない、これしかいない中でメインとなるのはこのオリジナル形態の質がやか弓近か、正直もう二択です。しかも今回本日から開催される、本日ね、明日から開催される後半戦4月12日から14日のナイトメアはゼロ番対キラー赤ということで、正直弓近がいないと厳しいでしょうねというとこですね。だからグルバトを頑張りたい人は弓近必須と言っていい、 でしょうという感じ。最強山 G 今使ってても楽しいし強いです、まあ、今は例えばフォローキラーであれば、なんか欲しいと思った。フォローキラーであれば、ユーハバッハとか、ムゲツとか、ツァントゥーとか、いろいろ強いキャラが出てしまっていますが、まあ、ヤマジーももちろん強いよね、と。で、クインシーキラーで見ても、まあ、今は一心がめちゃくちゃ強いねっていうところなんですが、まあ、あとはオショウとかもね。でもいなかったとしても、そしたら、まあ、山地で頑張れるよねっていう、未だに強いキャラですね。挽回1号。まあ、これも使ってて楽しいですね。強2がバフで、クールタイム 50% 短縮すると、バフループに持っていけると。というところですね。で、転生後が体力最大時、全ダメ 16%。アップ。この1号は強いですね。で、バッハ。まあ、あんまりこれは使うことないかな。その昔はバトルキャラとして強かったんですけどね。キスケ。キスケも。あくびが。レンジはですね、体力最大値、だったはず。これの転生のメンツは、バッハはひらめにクールタイム短縮 10% あんまり使わないと。で、キスケクールタイム短縮 12% に致死生存 80% これも使わない。レンジは、なかなかいいですね、クールタイム短縮に体力最大値。ルキア強攻撃ダメ 20% アップに、体力最大値全ダメ 16% アップ、まあ、サブとかに使ってましたが、今はまああんま使わないかなといったところですかね。そんな、転生 1,2,3,4,5 転生は5体来ていて、最強山 G と、メインとなる3キャラ、まあ、特に弓近がいいでしょうと、まあ、弓近メインで行ってミニに当たるとバトルが楽かなぐらいなところですかね。はい。ただね、まあ、もう周年も近くて、ここで使うわけにはいかねえよって思う人も多いと思うんですけども、まあ皆さん、お財布と相談しつつ、グルバトガチでは頑張りましょう。はい、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。うすけさんでした。